アンドレス・パロップ・セルベラは、スペイン・バレンシア州バレンシア出身の元サッカー選手。ポジションは GK。地元のバレンシア CF の下部組織で育ち、1997年夏に、同じバレンシア州内のビジャレアル CF に、レンタル一席して、プロデビューを果たすと、1997から98シーズンは、絶対的なレギュラーとしてプリメーラ・ディビシオン昇格に、貢献した。 1998から99シーズンもビザレアル CF に残留して35試合に出場したが18位でセグンダ・ギビシオン降格となった。1999年夏にバレンシアに復帰したがベテランのサンティアゴカニサレスの控えとしてベンチを温めることが多くクラブがリーグ優勝を果たした2001から02シーズンは7試合の出場。 2003から04シーズンは出場なしに終わった。2005年トップチームで6シーズン過ごしたバレンシア CF を離れてセビージャ FC に移籍した。1年目の2005から06シーズンからレギュラーとなり UEFA カップ優勝を果たした。2006年には UEFA スーパーカップを制し2006から07シーズンにはコパデルレート UEFA カップの2冠を獲得した。特に UEFA カップ決勝トーナメント1回戦、FC シャフタールドネツク戦セカンドレングは敗戦のおだったが、ロスタイムにゴールキーパーでありながら、前線へ飛び出し、コーナーキックをヘディングで合わせて同点ゴールを決め、延長戦の末に勝利した。決勝の RCD s パニオール戦でも、先制点の起点となる。 見事なパントキックを見せ、試合を PK 戦に持ち込むと、PK 戦で3本をセーブして優勝した。この活躍により、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれている。2007から08シーズン以降もチームに不可欠な存在であり続け、セビージャに移籍してから5シーズン連続でリーグ戦30試合以上に出場している。2009から10シーズンには3シーズンぶりにコパデル・レイで優勝した。 しかし、2010年3月16日のチャンピオンズリーグ準々決勝のチェスカ・モスクワ戦で、ホンダ・ケイスケに無回転 FK を決められて、以降は不振に陥ってしまい、2010から11シーズンと2011から12シーズンは、ハビ・バラスの対等によって、出場機会が減少。バラスがセルタデビー後へ移籍した2012から13シーズンは、 ビジャレアルから新加入のディエゴ・ロペス・ロドリゲスとの併用となっているが、ロペスを差し置いて起用されることもあった。ロペスが2013年1月25日に、レアル・マドリードへと移籍した後は、ベトが新たに加入して再び控えとなった。シーズン終了後、契約満了により、セビージャを退団。フルス・バレンシアへの復帰が、 有力視されていたが、6月3日にドイツのバイエル・レバー空前と延長オプション付きの1年契約を結んだ。2014年4月21日、現役引退を表明した。2007年8月18日、イケル・カシー・ジャスが負傷したためその代役として、スペイン代表に初招集されることになった。しかし、ギリシャとの親善試合では、ホセマヌエル・レーナが、 ゴールマウスを守り、出番はなかった。ユーロ2008のメンバー選考では、ビクトル・バルデスではなく、パロップが第 3GK に選ばれ、スペインが優勝した際のセレモニーでは、ユーロ1984で、ルイス・アルコナーダが着たモデルのシャツを身につけた。ユーロ後に、ビセンテ・デルボスケ監督が就任してからは一度も、召集されていない。ありがとうございます。